アポロ16号が撮影したカッサンディ火星のマメールダに長さ3 0 0トル以上の直線上リルであるリマーリダイオスリル、または、レッは水道に似た月面上の長く狭い低地を指して使われる用語である。典型的なリルの幅は数キロメートルで、長さは数百キロメートルにもなる。しかし、この用語は火星、金星やいくつかの衛星等、 太陽系の天体の類似の構造に対して使われる場合もある。月面では3種類のリルが見られる。2つ以上の構造を持つリルはハイブリッドリルと呼ばれる。中央の入り江にあるリーマヒュギーヌスは最初に断層で形成され、その後に火山活動があった例である。リルの正確な形成メカニズムは未だ分かっていないが、 異なる種類のリルは異なる過程で形成されると考えられている。月やその他の天体のリルに共通の特徴から共通のメカニズムが太陽系に広く存在することが示唆されている。主な説には溶岩孔、崩壊した溶岩道、地表に近い大区貫入、熱雲、地表の溶岩の沈下、浸長テクトニクス等がある。メカニズムの解明には 現地での調査が必要である。アメリカ航空宇宙局は月の川上リルの起源にはまだ議論があると述べている。また、幅 1.5km、深さ 300m 以上のハドリーリルについてはずっと南にある噴火口から溶岩を運ぶ巨大な洞管であると考えられている。アポロ15号が撮影した写真から得られた地形学的な情報はこの可能性を支持しているが、 未だ多くの謎が残っていると述べている。ありがとうございます。